V チップは、レーティング対象にある番組の受信を制限するために、テレビ受信機に取り付ける、半導体である。1993年に開発された。アメリカ合衆国では、1999年から13インチ以上のテレビに内蔵され、2000年1月からは、V チップの内蔵が義務付けられ、この半導体の類似品も出回るようになった。V チップは、暴力、性、 言語などといった多くの番組要素に合わせた特別なコードを送受信するテレビの垂直基線区間に用いるところがクローズドキャプションに似ており XDS のプロトコルを用いた放送信号の垂直基線区間にあるレーティングライン21に合わせて番組の信号がエンコードされテレビ受信機の中の V チップはこれを検出するもし番組が特定のテレビ受信機の定めた 需要レベルに合わなければ番組を視聴することはできない。いじって設定が変更されるということのないように4桁の暗証番号を設定することができるが、親が忘れた時のことを想定して初期設定の000に戻す方法がテレビの説明書にある。V チップの V はマサチューセッツ州のエドマーキー下院議員がバイオレンスの略だとしてきたが、 開発者の一人であるティム・コリングスはインタビューの中でビューワーコントロールの略だと言っている。この導入にめぐって放送業界からは表現の自由を犯すという批判の声も多い。なお、デジタル放送ではソフトウェアレベルで制御が可能であるため V チップは使用されていない。Q&A、A、V チップ、坂本守るウェブサイトハットモンゴメリー。 キャサリン・シージェネレーション・デジタル・ポリティックス・コマース・アンド・チャイルド・フット・イン・ザ・エイジ・オブ・ザ・インターネット・ザ・マサチューセッツ・インスティチュート・オブ・テクノロジープレス・ミフリン・ローリー・クエスチョン・リンガーズ・アズ・ FCC ・プリペアーズ・ V ・チップ・スタンダーズ・ニューヨーク・タイムズ・二千八年十月十一日閲覧レイバース・ダフネ・ TV ・ S ・ r ルティメット・アイロニー・セックス・アンド・バイオレンス・セルズ・オンリー セックスバイオレンスデルタブルーサデルタブルーコミュニケーションズ2007年11月29日閲覧ありがとうございます